ポケカ最新弾超電ブレーカーのラウドボーンデッキがヤバすぎる。イエーイ。はい、皆さんこんにちは。そしてズミンです。よろしくお願いします。イエーイ。それでは本日なんですけども、はい、ポケカ最新弾超電ブレーカーのラウドボーンデッキがヤバすぎる。はい、ということでございまして、うん、さあラウドボーンがですね、なんと出たわけなんですけども、新しい、もしかしたら、ラウドボーンの中では最強かもしれないと。最強ということでございまして、うん、なんと特性天然で技の効果を受けませんと。あ、そして技がですね60ダメージ素点なんですが、うん、お互いのベンチのポケモンの数かける20ダメージということでございまして、まあ、ワンチャンリザワンパンできちゃうよねみたいなところなんですよね、うん、で今回はそこにさらに、はい、ヨノバールを入れることで、あ、まあ、いわゆる、まあ、オリジンパルキア V スターみたいなことを、まあ、やっちゃいましょうみたいな、なるほど、そういうデッキになっておりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。ポケカンしようぜ。今回はよー、あの伝説とも言われている、あまりにも可愛すぎて公式から逆に嫌われてるんじゃないかっていうポケモン連れてきたぜ。何、可愛すぎるがゆえにですよ、可愛さ余って、せっかくあのカードが出たのに、うん、なんでこんなことになってるんだっていうカードを持ってきました。ヒントはスリーブ。スリーブ、可愛い。さあ行きましょう、ポケモンチェック。お三家ジャグ、ジャケポイ、いくでしょ。先行、シーラ、シーラ、ポケモンいます。ポケモンいません。いません。はい、ポケモンいます。いいな、結構まずいぞ。最大6枚で1枚だけここストック。2、4、6、7枚、シーラなポケモンいました。はい、じゃあドロップ。最大6枚ポケモンゲットだぜ。ホゲータ、ホゲータ、おー、人影キチキギス。みんなはホゲータというポケモンを知っておるかの。大木田博士、教えてください。このポケモンはの、うん、公式に嫌われポケモンじゃ。まあ、出た頃からホゲータ微妙じゃなって言われてて。そうなので、アチゲータになって、まあギリかなみたいな。で、うん、結局ラウドボーンになって可愛らしさが消えたんじゃの。しかもこう進化の過程がすごい安直で、なんかこう、まあ、こうなるよねみたいな感じになったから、みんなちょっとどうなんかなってなっとったんだな。そうなので、しまいには仲良しポフィンで呼べんのじゃ。まあ確かに、診断のカードも HP80 じゃったんじゃ。ってことで仲良しポフィンに入れない、仲良しの輪に入れないポケモンじゃな。なんてかわいそうに。はい、わしのターンドローじゃ。ネストボール使いたいと思います。はい、持ってくるのは、あー、ダメだろ、何が起きてる。ロトムじゃないか、これ。おー、たまごい。出てくるのはロトムなんじゃないか。ちょっとこれは判断が、判断がむずい。おそ、テラパゴス EX 出しとくか。で、即席充電でターン終了します。3枚ドローしてターンが終了されます。1、2、3、ガリア、ターン終了。はい、ドローということで、仲良しポフィン使いたいと思います。はい、70以下の種ポケモン持ってくるのはポッポ、はい、そして人影、はい、さらにサポートペーパー使いたいと思います。はい、山札からグッズとポケモンの道具持ってくるのはネストボール、そして森の封印石、はい、でネストボールを使い、持ってくるのはロトム V じゃな。はい、でもう使うんですか。ロトム V に、はい、もう使いましょう。ロトム V に森の封印石をつけ、ブスターパワーメイクアップ、はい、好きなカード持ってきます。これだね、次のターンなんじゃも打たれるかもしれないのに、 V スターパワー使うのは早計ではないですかってコメント来てたよ。あ、そうなの。ああ、俺もそう思います。お前に味方などいない。誰も味方してくんない。みんなくたばれ。地獄行き、地獄行き。このカードを持ってきました。はい、ということで即席充電を打ってターン終了します。はい、1枚、2枚、3枚ターン終了。俺のターンドロー。ホゲータに炎エネルギーを貼っておきまして、はい、ゼロの大空洞を貼っておきたいと思います。そして、はい、なんじゃもう、なんじゃもうね、またコメントに来る。めちゃくちゃ笑ってる。絶対コメントに来る。はい、ドロス山札の下に
ただの枚数分道路ですね。はい、はい、6枚ということで、だから次のターン打ちましょうということですよ。そういうことね。はい、じゃあ俺のターンドローしまして、じゃあ4回出しておきたいと思います。はい、後ろの方ゲータをアチゲータに進化しておきましょう。アチゲータ、で即席充電打ってターン終了します。はい、3枚ドローします。1枚、2枚、3枚、ターン終了ドロー。それでは手札を2枚切ってハイパーボール、はい、持ってくるのはピジョット EX、 そして手札の不思議な飴を使いポップがピジョット EX に進化、そしてマッハサーチ、好きなカード持ってきます。持ってくるのはこれかな、ペパーで、ペパー使いたいと思います。持ってくるのはテラスタルオーブ、そしてレボリューションにしておこうかな。はい、レボリューションだって打てちゃうんだぜと。はい、でこのテラスタルオーブを使い、テラスタルのポケモンを1枚選んで手札に加えます。はい、ザードン EX、 シャフル、ブズ、そしてベンチの人影にこのエネルギーをつけておいて、バトル場の人影がリザードに進化します。で即席充電を打ってターン終了。1枚、2枚、3枚、ターン終了。はい、じゃあ俺のターンドローします。ボスの指令でロトム V 前へ。ロトム V、 はい、で夜回るをサマヨールに進化しておいて、即席充電でターン終了です。はい、2、3枚、ターン終了ドローということで、リザードがリザード EX に進化、はい、そして煉獄支配、山札から炎エネルギーを3枚まで選び、自分のポケモンに好きなようにつけることができるということで、1枚、2枚、3枚、そのうち2枚はリザードン EX に、はい、もう1枚はロトム V につけましょう。はい、そしてちょっと EX のマッハサーチ、好きなカード持ってきます。これかな。そしてさらにサポートペパー、グッズとポケモンの道具、すごい釣り竿と魔剣気ハチマキにしておきましょう。はい、どうぞ。マッハサーチでこのカードを持ってきました。ということでロトム V1 へ切って逃げます。はい、リザード EX が前に、はい、はい、ということで技を宣言します。リザード EX のバーニングダークホゲータを倒します。はい、ホゲータやられます。はい、サイドを1枚ドロー。一旦さまよる前かな。はい、ターン終了。はい、じゃあ俺のターンドロー。なるほど、アチゲータをラウドボーンに、だこのエネルギーをラウドボーンに貼りまして、はい、手札2枚切ってハイパーボールかな。はい、行ってくるな。ヨノワールにしときましょう。どうぞ。サマヨをヨノワールに進化しまして、カーストボムリザードンかな。わー、はい、13ダメかお願いします。はい、でラウドボーン前へ。で夜のタンカーでホゲータ持ってきとくか。ホゲータ、ホゲータ出しておきたいです。はい、でなんじゃも、なんじゃも、札シャッフル、山札したサイドの枚数分ドローですね。はい、で先ほどヨノワールを打った分で、あ、ここはそうだ、こっちはサイド取らないといけないもんな、はい、これかシャッフルで4枚になってるので、ここはまあちょっとだけ有利が取れると。なるほどね。それで4枚、でネストボール使いたいと思います。はい、ってくるのはキチキギス EX にしましょう。はい、どうぞ。夜回るも出しておきたいと思います。チギリスも逆手にドル使いたいと思います。はい、先ほど僕のポケモンやられてるんで3枚ドローします。1枚、2枚、3枚、じゃあ手札1枚切って大地の器、お、大地を封に締めてってことで、このエネルギー2枚もできます。はい、でシャッフル、どうぞ。でゼロの大空洞をマグマの滝壺に変えたいと思います。マグマの滝壺、お互いのプレイヤー自分の番ごとに1回自分のトラッシュから炎エネルギーを1枚選び、自分のベンチの炎ポケモンつけて良いということなんで、なるほど、裏のホゲータに炎エネルギーをつけておきたいと思います。はい、その代わりダメ感が2個乗りますと、はい、いう形ですね。はい、それでは技宣言したいと思います。ラウドボーンのフレアリサイタル、60ダメージ装填になります。お互いのベンチポケモンの数かける20ダメージ追加ということで、現在9体並んでいるため2区18の240ダメージでリザードンを倒したいと思います。強っ、これ強いっすよね。強い、飛躍で、そしてターン終了です。そんな火力クリ、そう、思ったより火力出てるんですよね。ピジョット EX 前に、はい、ドローということで、ここはチキギス EX の逆手に取るということで、こちらもリザードン EX がやられたため3枚ドローします。1枚、はい、2枚、3枚、ここはネオラント V を出すか、ルミナスサイン、はい、持ってくるのは、いや、ちなみにラウドボーンは天然という特性がありますので、はい、このポケモンは相手のポケモンが使う技の効果を受けません。効果ね、はい、なるほどね、はいはい、はい、ボスの指令を引っ張っていきたいと思います。はい、なるほど、
ゲーター、ポケーターはやだ。さらに、マッハサーチも使いましょう。はい。だな。シャッフル。いや、シャッフルは必要ない。なぜなら、不思議な飴があるので、リザードン EX に進化できるのさ。ということで、煉獄支配。このエネルギーを1枚、リザードン EX につけます。はい。どうぞ。ということで、ピジョット EX に逃げます。はい。そして、リザードン EX が前に。はい。で、ボスの指令で、ボスの指令でいいんですか？ボスの指令でいいです。ここは、キチギリス EX とかにしておこうかな。キチギリスですか？はい。じゃあ、キチギリス前へ。はい。ということで、技を宣言します。リザードン EX のバーニングダンク。はい。2枚取られてるので240ダメージ。じゃあ、キチギリスやられます。サイド2枚ドロー。じゃあ、ラウドボーン前へ。はーい。ターン終了。じゃあ、俺のターンドロー。じゃあ、手札2枚切ってハイパーボール。はい。出てくるのは、ヨノワール。ギャー。どうぞ。そして夜の短歌、はい、来るのはキチギリスですね。戻ってきた。キチギリス出したいと思います。はい。友達手帳を使いまして、はい、ペッパーとナンジャモを一気に戻したいと思います。はい、どうぞ。はい、じゃあもうこっからは引けるかどうかなので、逆手に取る使いたいと思います。はい。先ほど僕のポケモンがやられているため3枚ドローできます。はい。1枚、2枚、3枚。なるほど。マグマの滝壺をニュートラルセンターに変えたいと思います。そして、なんてこった、ホゲータに炎エネルギーを貼っておきまして、はい、夜の短歌でサマヨールかな。はい。はい、ヨマールをサマヨールに進化したいと思います。はい。じゃあ、もう来る救急車が来たぜ。ピポピポー、ウェカピポー。あらあらあら。で、ボスの指令でピジョット EX。 ピジョット EX？で、サマヨールカーズドボムでピジョット EX に50ダメージ乗せておきたいと思います。で、最後1枚取ってください。はい。で、ニュー EX を出しまして、はい、技宣言ですね。フレアリサイタル、現在ベンチが9体なので肉18の240ダメージで倒しきります。やー。最後2枚引いてターン終了。はい。じゃあ、リザード EX を前に、はい、ドローということで、逆手に取る。3枚ドロー。1枚、2枚、3枚、なんじゃこりゃ。ということで、夜回るを出し、即席充電でターン終了。はい。1枚、2枚、3枚、ターン終了。はい、じゃあ俺のターンドロー。一生引いてこないな。何が起きてる？手札1枚切って第一の器。はい。デッキチェック。まあ、このエネルギーはあるんだが、こんだけカードって引いてこないのは、それが負け筋ですよ、これ。良くないですよ。何が起きてんだ。ほんと良くないですよ、これは。ってことで、テラファゴス EX にエネルギー1枚貼りまして、はい、でも技宣言フレアリサイタルですね。はい、9枚なんで240ダメージです。240。はい、ターン終了です。いや、ドロー。すごい釣り竿を、このエネルギーを3枚山札に戻します。はい。シャッフル、どうぞ。そしてリザードン EX、逃げで切って逃げます。はい。あ、夜回りになるってことね。はい、夜回りを前に出します。はい、一旦しのぐと。はい。そして即席充電打ってターン終了。1枚、2枚、3枚、ターン終了。はい、ターンドロー。なんでなんでここまで来て、なんでこんなことが起きるんだろうな。じゃあ、どうしよっかな。殴るか。はい、じゃあフレアリサイタルで倒します。残りサイド1枚。はい。くそ、何これ、意味わかんない。はい。チギリス EX 前にドロー。何これ、何か向こうでは何か起こってるらしい。何これ。じゃあ、輝くリザードンを出し、はい、このエネルギーを貼っておくぜ。そして逆手に取る。1枚、2枚、3枚、友達手帳。はい。ボスの指令で、ペッパーかな。はい。こちらを山札に戻します。ブルー、とりあえずで、即席充電でターン終了。はい。1枚、2枚、3枚。はい、じゃあ俺のターンドロー。はい、じゃあフレアリサイタルで倒し切ります。はい。お疲れ様でした。こんなにあるのに。ってことで、いや、もうマジでクソ。いや、勝ったけどね、勝ったけど、いや、マジで、もう最後の引きがクソすぎた。以上です。はい、ということでございまして、今回のデッキはラウドボーン。
もう最後はもうね、うん、いやなんかもう偶然勝てたみたいなもんよ、もうあの状態で勝ててよかったねっていうレベルなんで、はい、本当良くないと思います。ってことでラウドボーンが3枚、アチゲータが1枚、ホゲータが3枚、テラポゴス X が2枚、ヨノワールが2枚、サマヨールが1枚、ヨマールが2枚、ロトム V が1枚、カヨグリザードンが1枚、ミュー X が1枚、キリンコ EX が1枚、キチゲス EX が1枚、ネストボールが3枚、ハイパーボールが3枚、仲良し方面が1枚、不思議な目が4枚、すごいツイザーが1枚、友達手帳が1枚、カウンターキャッチャーが1枚、ヨロの単価が3枚、大地のツアーが2枚、翡翠のヘビーボールが1枚、ポケモン入れ替えが1枚、森の噴石が1枚、ペパーが3枚、ナンジャマが2枚、ボスの主題が2枚、ネジキが1枚、ゼロの大空洞が2枚、マグマの滝壺が2枚、ニュートラルセンターが1枚、基本砲のエネルギーが6枚という構成になっておりました。はい、ってことで、もう何でも言いますけど、うん、もうほんと最後の引きがクソすぎてほんとなえたんですが、何を待ってたのあれ。いや何を待ってたのもクソもないんですよ、デッキの中にペパーが3枚残ってるのに、しかも俺の封印石も持ってて、たった1枚カードを引いてくるだけで、あの勝ち筋があったのに全く引いてこないっていう、もうほんとそれだけですね、ほんとそれだけ、あのたった ペパー3枚戻したのに引っ張ってこれないという、まあこのデッキの脆弱性ですね。はい、ってことでございまして、まあでもまあ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 こんなもんじゃないですかっていうところありますが、まあやりたいことは、まあラウドボーンで殴りましょうっていうことで、まあカーストボムとラウドボーンでボコボコにしていくぜみたいな感じだったんですけども、まあまさか不思議な雨が最後手札に3枚残るぐらい、ラウドボーンが残れると思っていなかったので、ラウドボーン無双だった。いやもうね、こんなに残ってちゃダメなんですけどね。ただまあ確かに、まあラウドボーンの回転率考えたら、まあラウドボーン世のワールだったらこんなもんなんかなって思ったりもしますが、まあ冷静に考えてワンちゃんテラパゴスではなくラウドボーン EX だった方が良かったのかもなというのはある。あ、テラスタルのやついるもんね。ワンチャンですけどね。いやもう正直言うとないと思ってるんだけど、ないと思うよ。ラウドボーン EX のなんだっけ、爆熱ソングだっけ、はいはいはい、炎エネルギー捨てて火力60アップってやつね、上がるやつね、うん、強いじゃん。まあ、あれ使えばラウドボーンの火力が底上げされるので、うん、まあ自分の陣地だけでゼロの大空洞まで入れると2816の280までは打点が伸びますよと。相手がポケモン2体でも並べてれば320、まあ3体並べてれば340ってことなんで、まあワンパン圏内まで入りますよみたいな。そうだね。まあそれが楽しいのかというとまたわからないんだが、サマヨールまで使うとまあ確かに自陣だけで330出せる優秀に見えないこともないが、なんかやっててまあわかるけどね、そこそこ強いなというのはわかるんですが、やっぱ加速力がないなっていうところですね。あ、まあまあまあ、そのいいんですよ、別にこういう鬼耐久型でも俺は全然いいとは思ってるんで、まあ悪くはないのかなぐらいだったけど、本当に僕の最後の印象ね、ここまで時間かかるんだったら、まあ、ボムパルキアでいいよねっていうところで、まあ別にラウドも弱いとは言いませんよ、言いませんけど、まあね、二進化ヒルールでまあこんだけね EX でもないのに火力が出てて、まあ、強いよねみたいなところ分からんでもないんだが、なんだろうね、言って足りないというか、なんか足りないっすよね、ちょっと足らん、なんかが足りない。本当はね、ピショット入れてたんですけどね。あ、まあだから何って感じもしますから、キリンコとか省いてもいいしとか、ワンチャンラウドボーンとその水デッキと組み合わせて、最後こうなんかごちゃごちゃできればそれはそれでいいのかなとも思ったり、なんとも言えないですけどね。そうなったらもうこのデッキじゃなくていいっちゃいいんですけど、まあむずいっすね。むずいな、なんか別にラウドボーンじゃなくてもいいんだよなみたいになっちゃうんですよね。まあでもこのデッキのねちょっと面白いところは、ニュートラルセンターがまあダメージ食らわないと、でラウドボーンがまあ技の効果受けないなんで、まあ、これ合わせるともうね、サマヨヨノワとかのあのあたりのダメ関係をボボボってこう特製で乗せてくるやつ以外は全部無効化できちゃうので、どうにもならん。まあまあ別にね、かがり座とかは通るんで、まあね、ワンパンされるんでしょうけど、まあでもまあ基本的には届かないっていう、ある種耐久寄りの方に寄せた方がラウドボーン面白いかもなっていう感じがするんで、そうかもね、なんかその耐久ラウドボーンみたいなのは一個組んでみても面白いのかなみたいな、
まあ言ってもニュートラルセンター省かれたら終わっちゃうんで、うん、まあ、そこのケアとかは考えながらやらなきゃいけないんだけど、うん、まあ、例えばカムカメとかね、うん、まああれ3円で使うんで結構苦しいっすけど、うん、まあカウンターゲインがあるので、うん、ダブルターボカウンターゲインで殴るっていう手もゼロじゃないじゃないですか。まあプラス水エネもね運用すれば赤松使えますし、あ、そうだね、ちょっと運用方法を変えてみても面白いのかなと。まあラウドボーン自体もね1エネでカウンターゲイン使えるので、うん、はい、無色あるから打てないこともないので、まあ、ちょっとデッキ構成をそのボムパルキア今回意識して作りすぎたので、うん、ちょっとそこから移行してみてもいいのかなというところありましたね。でこのデッキ、まあゼロの大空洞とマグマの滝壺なんで、うん、まあ、対リザとかだったら相手もさ、なんか、まあ、このゼロの大空洞もマグマの滝壺も別に自分にとってそこまで不利にはならないじゃないですか。そうだね。だからまあ破壊系一家とか、うんうん、クズスタとかまあなくてもまあ別に相手そんな火力言ってもワンパン取られないし一家みたいなノリになってくれるかなと思って、うん、ね、冷え下しないみたいな感じで、まあ、まあまあって思って、うんうん、でニュートラルセンターの鍵が完全に薄かったと思いますんでえ、ニュートラルセンターやばいぞ、対処できないぞってなってたんじゃないかなって最後の方思うんで、何もならん、まあ人影で丸焼くしかないですよね。ね、頑張るしかなかった、はい、っていう感じでしたけども、はい、まあその間にね実はやってたこともあって、ボスの指令でロトム V を前にわざと出したりとかして、うん、エネルギーを消費させるというとかっていう流れをちゃんと組んでたので、まあうまく回せてはいたかなみたいなところですかね、うん、はい、ただまあ本当にもうごめんなさいね、俺本当機嫌が悪くなるぐらい、うん、まあ、最後の方何にも引いてこなかったからちょっと待って、これ勝ち筋あるのに負け筋しか出てこないんだけど何これみたいな状況だったんで、まあ、まあある種それはデッキ構成の問題でもあるから、うん、まあ自分への戒めですけどね、うん、うん、でもなんかちょっとね最後の方はやるせない気持ちになってました。いやこれ負けたらもう動画がなしやなって思うぐらいのテンションの下がり方してたんでいやマジでさね、不思議な飴3枚も残るなよデッキにいやおかしいんだよ、普通残んないはずだから不思議な飴3枚も、うん、使ってよ不思議な飴を後ろずっとホゲータのままホゲータしてた、ホゲータずっとホゲータですしさラウドボーンも別にいないわけじゃないのにさ、うん、でかといってなんかこう世のは張るスペースもなくなってまあまあプレミっちゃプレミもあるのかなとも思いながら見てましたけどね盤面ね、うん、はい、まあラウドボーンへのご意見ぜひ皆さんお待ちしておりますので、うん、ぜひ作ってみてください。ということでどうでしたこのデッキは。いや正直天然っていう特性とニュートラルセンターの組み合わせがこれどうしようっていうふうになっちゃったまあでもニュートラルセンターはそっち関係ないですからね、うん、まあねリザデッキは関係ないんで、まあね、うん、うん、そう輝くリザードンでまあなんとかなるかなとは思ったけれども輝くリザードンあれ来ないぞっていうような状態でありつつ、うん、なんだかんだ押し切られたっていう。でもこっちは出したら出したで向こうの火力上がっちゃうしあんまり出したくないぞはてっていう気分にさせられて正直なんか不思議な感じになりました。まあ、まあちょっと微妙かな、2進化使ってんだラウドボーンってなんとも言えないですね、まあでもまあちょっとカムカメっていう話出たんで、うん、軽くカムカメデッキも作ってみますかね。おーカムカメカチリカメ、はい、ってことで冷えく要塞だ。そう両方とも噛むポケモンだしね。あ確かにワニとカメでいいんじゃないですか。おー、はい、ってことでまあデッキ作ってみたいと思いますんで、うん、ぜひ皆さんも作ってみてはいかがでしょうか。はい、ということでございました。今回はラウドボーンデッキということでございました。いかがだったでしょうか。ここまで見てくださって本当にありがとうございます。ということでございまして、うん、まあこんなもんじゃないですかまあ、天然うまく使うかどうかになってくるからこっからは、まあポル専用のデッキを組むのか、まあ、ちょっと火力のあるアタッカー良いみたいな来たねぐらいなノリにいるのかっていうところだと思いますんで、まあ裏のラウドも表のカムカミみたいな並びになってると結構うざいかもしれないですよね。そうだね。本当かはい、って思いますんでまあぜひ皆さんもねラウドボーン作ってみていかがでしょうか。ということでございまして本日はここまで見てくださってありがとうございました。なんだかんだラウドボーン強かったのではとか、うん、まあこれだったらボムパルキアでいいやって思った人はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。本日はここまでご覧くださってありがとうございました。チャンネル登録高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。ツイッターもやっておりますのでぜひフォローの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。